すランプがあった。はい、元空 TV をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、パパです。今回の動画なんですけれども、今回はですね、こちらでございます。 SH フィギュアーツ仮面ライダーエスパーダランプド・アランジーナのご紹介でございます。今日ですね、6月18日の撮影なんですけれども、本日の朝ですね、到着いたしました。で、早速ですね、こちら開封して中の方ですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、こちら開けていきたいと思います。まあ、いつもの輸送箱ですね。で、伝票を早めに剥がしたので、まあ、そこまでベタベタはしてないんですけども、ここね、フィルムのテープ、まあ、フィルムとかテープまた持ってかれちゃってね、ちょっと汚くなっちゃったんですけど、まあなんとかなってます。では開けていきましょう。ここ綺麗に剥がすか。はい、良くも悪くも綺麗に剥がれた。よし、じゃあ開けていきます。はい、感じですね。仮面ライダーエスパーダランプとアランジーナで、逆さまに多分入ってると思いますね。はい、じゃーん。もうちょっと引きにしましょうか。はい、というわけでですね、こちらパッケージになります。表がこんな感じです。エスパーダの表紙ですね。立ち絵になってます。で、くるっと回して、はい、で、こんな感じですね。はい、ではですね、中身開けていきましょう。まあ、いつものごとくね、これね、右側から開けていきます。やきたー。おお、ちょっと早速出しましょう。なんじゃこりゃ。アンダーライドブックが3冊ついてますね。ごめんなさい、これ知らなかった。はい、まずここにね、3冊のワンダーライドブックで、ちょっと出しましょう。やべー、あ、こうなってるんだ。かっけー。あ、軟質軟質、マントが軟質です。ちょっとなんかビニール質っぽいな。おお、こういうこういう入れ方なんだ。アップできかな。はい、雷鳴拳イカズチでございます。相変わらずできいいな。まあ、ちょっとね、シルバー塗装されてないのがもったいないんですけど、あとはね、クリアパーツで折れないように気をつけましょうね。はい、それとこちらね、納刀状態の聖剣ですね。はい、で替えの手首が標準と合わせて8個かな。
もともとついてる両手、手首と、あと替えが3つずつですね。はい、こちらです。はい。じゃあ早速細部見ていきましょう。はい、では細部見ていきたいと思うんですけども、まずこちらですね。フィルム剥がします。はい、ではですね、一応取説確認したんですけども、こちらチェーンの部分が擦れ注意となっているようなんですが、まあこれは軟質素材ですね。下手に引っ掛けちゃうとブチっていっちゃいそうです。あれ、これ中にもフィルム入ってる？中にも入ってるっぽいけど、これは取れるのか？取れた。ん？これテープやん。テープでした。フィルムじゃなくて。じゃあアップ目で。この辺かな。はい、頭部。ね、ぐるっと回ります。はい、回りました。あれだね、ジャークドラゴンと一緒ですね、首関節は。で、まあ、あとは肩パーツはもう一緒か。ね、肩パーツも一緒でございます。はい、肩が一周ですね。ね、ぐるっと回って、で、肘が90度、手首も普通に回りますと。で、こっちはですね、同じ、まあ、感じなんですけども、ね、一周ぐるっと回って肘とですね。で、手は手甲部分を、まあ、付け替えてですね、手甲部分を付け替えてはめ直します。で、足、股関節もずれます、ね、横にずれます。一応ぐるっと回るのかな、回んねえか、あ、回るか、回んない、うん、そこは回んなかった、うん、はい。で、膝、首も一応曲がるって曲がるかな、ね、はい。で、つま先という感じですね。はい。でもなんか劣化してマントブチとかいったらやだな。それがちょっと怖いな、経年劣化でブチってなるのは、うん。はい。こんな感じでしょうかね。はい、あとですね、ごめんなさい、忘れてたんですけど、ワンダーライドブックですね、ちゃんと一番奥っていうのかな、手前っていうのかな、どっちなんだろう、端っこにつくようになってますね。はい、なのでエスパーダだけここ入ってる感じなのかな。前見た時なかったと思うんですけど、エスパーダはちゃんとここにね、ワンダーライドブック差し込まなきゃいけないので切り込み入ってましたね。で、まあ、せっかくなので、こちら、納刀しましょうね。はい。これで、標準の状態が、標準状態変身前か。はい。これで、変身前が表現できると。いう感じですね。はい。ではポージング撮らせていきましょう。はい、弱者のポーズ撮らせてみました。あと何パターンかですね、ポーズを撮らせて撮影したいと思います。はい、次のポーズはこちらですね。どうでしょうか。はい、
自分はちょっとよく分かんないですけど、調べたらこういうポーズ撮らせてるのが多かったんですけども、はい、なんかガンバライジングの、勝利した後のポーズのようですね。はい、自分ちょっとあんまりやってないので分からないんですけど、はい、ではですね、また別のポーズですね、撮らせてみたいと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。こちらですね、仮面ライダーエスパーダランプドアランジーナの SSZ フィギュアーズのですねご紹介でございました。最後ですね、こちらの セイバーとブレイズですねも一緒に撮影いたしました。3体でですね、同時に撮影したんですけども、やっぱあれですよね、3人の聖剣というか、まあソードライバーを使ったですね、戦士でいいのかながやっぱ揃ってる絵っていうのがですね、やっぱ私的には好みなので、まあこの3体を使って、あとは、前回ですね、こちらですね、ジャークドラゴンですねと、まあ、戦ってる戦闘シーンとかの表現も面白かったかなというふうに思います。はい、なんで、まあ、また機会がありましたらですね、そういったフィギュアのですね、撮影もしていきたいと思いますし、あとですね、参考出品されてました、バスターと剣山と、スラッシュもですね、予約開始になり次第ですね、ポチろうと思います。またですね、最高も、予約済みですし、ドラゴニックナイトもですね、予約済みですので、到着しましたらですね、撮影の方していきたいと思います。このところですかね。はい。今後のですね、動画を楽しみにお待ちいただければと思います。はい、ではですね、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価ですね、いただければと思います。あと、YouTube 専用の Twitter アカウントと Instagram のリンクですね、トップページの説明欄に貼っておりますので、そちらの登録もぜひお願いいたします。ではまた、次回以降の動画でお会いいたしましょう。さようならー。